新民党は中華民国の政党。2000年に中国国民党秘書長、台湾省庁を歴任した、曹操油が決闘した広志立花連盟に属する政党である。新民党は2000年総統選を契機に決闘された。総統選挙の際に中国国民党は候補者や公約政策をめぐって広く分裂し、国民党は連戦副総統を 公認候補に立てたが、李登輝の政策に批判的な曹総ゆが国民党を脱党して独自に立候補した。その結果、僧は総統選に敗れたはしたものの、国民党公認の連戦を大きく上回る466万病長を獲得し大検討したため、国民党や新党から総統数の党員を獲得し、新民党を決闘した。 新民党は決闘直後に党規約を通じて立憲政治、人権、国家の安全、司法の革新、警察の治安、経済発展、社会福祉、文化教育、俗軍、環境保護などの10項目に及ぶ政策の主張を出した。その後、新民党は国民党と広知ら連盟として共闘関係に入り、2004年総統選では連戦。 国民党主席を総統候補に、総総拾、新民党主席を副総統候補に擁立して選挙に臨んだ。しかし、僅差で民進党の現職、陳水編候補に敗れ、政権獲得はならなかった。また、同年暮れの第6回中華民国立法院選挙では議席を34に減らした。二千五年には国民党主席の連戦の方中に引き続いて、総拾も 北京を訪問して、古近東中国共産党総書記と会談し、台湾独立反対で一致した。しかし、曹操油は2006年の台北市長選挙で惨敗して、政界引退を表明。2008年の第7回中華民国立法院選挙で1議席しか獲得できず、2010年には唯一の議員も選挙違反事件で失職し、全議席を失った。 新民党は何度も国民党への吸収合併が囁かれたが、曹操油は2012年総統選に3度目の総統選出馬を表明し、注目を集めた。曹操油は惨敗したが、同時選挙で行われた第8回中華民国立法院選挙で3議席を獲得した。ありがとうございます。